ポンペイ最後の日は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第4シリーズ第2話、2008年4月12日に BBC1 で放送された。舞台は79年のベスビオ噴火の直前で、本作では、異星人のタイムトラベラーである10代目ドクターと彼の、新しいコンパニオンのドナ・ノーブルがポンペイに旅をし、そこで異星人の侵略を暴く。彼らの衝突する。 世界観により、ドクターには倫理的なジレンマがもたらされる。本作は、ローマのチネチッタに所在するスタジオで撮影され、新シリーズ始動以来初めて、ドクター風の制作チームがキャストを海外へ送ったエピソードとなった。本作の制作は、ヨーロッパへ渡る制作チームの問題と、撮影数週間前のセット近隣の火災で妨げられた。本作をめぐる、 批評家の意見は一般に賛否両論である。ドクターの直面する倫理的ジレンマと家族をポンペイから救おうとするドナの主張は本作の前提であり、広く称賛された。しかし、本作の脚本は批判を受けており、特に脇役の性格描写が批判された。会話は一次元的、ピーター・カパルディとフィルディビスの会話はメソメソとしていて、不愛想。 と表現された。ドクターはスパルタカスであると自己紹介し、ドナも私もと続けた。これはすべての奴隷がアイアイムスパルタクスと叫んでスパルタカスをかくまった映画スパルタカスを反映している。ドクターはボル系のデーというフレーズを口にしており、これはジャック・ハークネスが空っぽの少年で9代目ドクターがドクターは踊るで使ったものである。 カエキリアスと彼の妻マテラ、息子クインタスは、ケンブリッジラテン語講座の教科書に登場する一家を元にしている。教科書の一家は実在のポンペイ市民、ルシウス・カエキリアス・ユークンダスと彼の家族に基づいている。エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ティー・デイビスは当初、ポンペイの一連のセットは、ドクター風新シリーズの第一シリーズに使用する計画だったが、本作のポジションは、 悲しきすりジーンに与えられ、アイデアは3年間棚上げされることとなった。本作は映画サバイブ殺戮の森や秘密情報部トーチウッドのスリーパーを以前に執筆していた脚本家ジェームズ・モーランが担当した。彼は秘密情報部トーチウッドのエピソードを執筆した結果、本作を執筆するよう依頼された。モーランは本作の執筆に苦労し、 ドクターの冒頭のセリフを20回以上書き直さなくてはならなかった。パイロバイルも執筆の間に編集されており、以前はパイロビラキシアンやパイロベリアンと呼称されていた。モーランは撮影により化される制約ゆえ、デイビスと密接に連携した。デイビスはモーランにルシアス・ペトラス・デクストラス・ TK ・マックス・キシマス、スパルタカスといったコミックシリーズ、 アステリックスのような言語学的ジョークを挿入するように促した。モーランは、ケンブリッジラテン語講座の教科書愛の主要登場人物にちなんでカエリキリアスを命名し、これは銀行家、ルシアス・カエキリアス・ユークンダスに基づいている。また、彼が命名したマテラは、トレーシー・チャイルズが演じたサブの登場人物メテラに、クインタスは同じな利益のカエキリアスの家族にちなんむ。 登場人物エベリーナは唯一モーランが名前を作ったカイキリアスの家族のメンバーである。ケンブリッジラテン語講座教科書愛の終わりで、カイリキリアスとメテラは噴火の日に滅びを迎えるが、クインタスは生き延びた。本作は彼らの物語の代わりの結末を作り上げており、一家全員がドクターに救われてローマへ移住した。ドクターの言うマストエクスキューズマイフレンド。 s シー e i ロ from Barcelona というセリフはドラマ、ホルティタワーズに由来する謝罪のキャッチフレーズであり、登場人物、シビル・ホールティエ制作チームが帰属させた。本作は、ポンペイの民衆に警告するか否か、彼らを噴火から救うか否かという、ドナがドクターへ投げかける倫理的な疑問に重点を置いている。モーランも噴火を描くキーワーに求められる強烈さと、 繊細さをうまく処理しなくてはならなかった。デイビスとモーランはいずれもキャサリンテートの演技を褒め、ドクターを人間たらしめて、ルーズルーズの状況を彼が対処する手伝いをするドナの能力をドクターがコンパニオンと旅する理由として言及した。第4シリーズの一連のストーリーはドクターがシャドウ議会に言及したシーンが手がかりとなっている。シャドウ議会はこれまでマネキンウォーズ、 クリスマスの侵略者、危険な、お絵描き、ドナとドクターに登場した。また、メドゥーサカスケードへの言及もなされており、これには、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ティー・デイビスが、ドクトル・フー・マガジンにて、後のシリーズで再登場して絶えず我々に、付きまとうだろうと述べた。モーランも、また別個に物語の連続を、ファンコンティニューティシングとして挿入しており、 脚本には1965年のザ・ロマンスの結末で描かれたローマ大化にドクターが部分的に関わっていたことを匂わせている。また、ターティスが現代アートとして売られたシーンは1979年のシティ・オブ・デスを反映している。さらに、ルシアス・スペトラスがドクターに告げた彼女が戻ってくるというセリフとドナに告げた背中に何かがというセリフは いずれも第4シリーズの後のエピソード、運命の左折での出来事を予兆している。本枠は、ローマの地熱ったスタジオで2007年9月に撮影され、ドラマ、ローマ、ローマのセットも一部再利用された。他のロケ地として、マルタとエールズが提案されたが、新シリーズで最大規模というプロジェクトの大きさから、制作はイタリアで行われることとなった。 エピソードの大部分が海外で撮影されて、キャストも海外へ赴いたのは1996年のテレビ、映画以来発のことであった。なお、新シリーズ初の海外ロケは、第3シリーズのダーレックインマンハッタンのニューヨークで行われた。予算額が小さかったにもかかわらず、チネチッタは、スタジオを宣伝するために、BBC の要求を重諾した。 劇中に登場したカイロ海外での撮影は2004年に提案されたが、本作はその最初の本格的な例である。計画準備は、モーランが脚本を執筆する以前の2007年4月に始まり、制作チームがイタリアへ飛ぶまで続いた。撮影が開始する数週間前に火災があり、制作が一時的に滞った。ローマ移動する間には、 スイスとの国境で備品のトラックが数時間遅れる、特殊効果チームがレーの税関で24時間遅れるといったトラブルが制作チームに起こった。制作チームはロケ地での撮影時間が48時間しか残されておらず、噴火の余波はロケーション撮影と同じ夜に撮影された。降ってくる火山灰を作るため、特殊効果チームは大量のコルクを使って降り注ぐ、 粉塵の向上的な供給を可能とした。シビル寺院でのシーンは2007年9月18日と19日にカーディフのテンプル・オブ・ピースで撮影された。ポンペイ最後の日のキャストメンバーの二人は後にドクター・フーで主演を務めた。カレン・ギランはドクター・フー第5シリーズに復帰してマット・スミスの11番目の時間からコンパニオンのエイミー・ポンドを演じた。 キャスティングディレクターのアンディ・プライヤーは本作での予言者の一人としてのパフォーマンスに基づき彼女を新エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットへ推薦した。ピーター・カッパルディは2013年に12代目ドクター役にキャスティングされ50周年記念スペシャルドクターの日でエンドロールに名前が載らない形でカメを出演し2013年クリスマススペシャル ドクターの時で初登場した。12代目ドクターは第9シリーズ死んだ少女で本作の出来事を扱っており、ドクターはポンペイで説得されて救った男の顔と自身の顔が同じであることを最終的に思い出した。彼は自分のすべきことが命を守ることであることを覚えておくために自分が潜在意識的に顔を選んだのだと推測した。また、カパルリは 秘密情報部トーチウッド第3シリーズで、ジョン・フロビシャー役を演じたが、このキャラクターとの同様のつながりは、画面上で示されていない。トレイシー・チャイルズとフィル・デイビスも、ビッグ・フィニッシュ・プロダクションズによる、ドクターーのオーディオ作品に出演している。当夜の視聴者数は810万人、ピーク時に850万人と見積もられた。トータルでは904万人に達した。 本作は4月12日の番組では944万人を記録したブリテンズゴットタレントに次いで2番目に視聴者が多く、その週では10番目に多く視聴された番組となり、評価指数は87を記録した。本作は一般に賛否両論のレビューを受けた。ニュースオブザワールドのヤンハイランドは、今週のテートはほぼ我慢できるものだったと言った。また、彼は、 TK マックス・キシマスのジョークを褒めた。彼はドクターがカエキリアスの家族を見殺しにすることに、対するドナの反応には曖昧な態度をとった。彼はザ・キャサリン・タテ・ショーの登場人物、ジョニー・テイラーと対比して、彼女の行動を批判したが、これが意図的であったなら再び最高だと言った。彼は、今週は、不十分だった第一話よりも百倍良かった。より恐ろしいエイリアン。 より強力なゲスト出演者、修道女や予言者のいる大人に優しい適切なストーリーラインと述べて締めた。ザ・ステージのスコット・マ・シューマンは過去を変えてというドナの主張が本作の感動的な背景を形作り、真に胸が張り裂けるような演技を生み出したと述べた。彼はターディスがドクターとドナのラテン語のフレーズをケルトが翻訳したのジョークを機に入り、 ジダンダを踏むことなくジョークを構築する方法でエピソードを通して巧妙に演じられたと述べた。彼が気に入ったパートはドラがポンペイの民衆を浜から移そうと試みたシーンで当該シーンは悲痛なシーンの連続の中で最も目立つ感動的な部分だったとした。しかし彼はモーランの脚本を批判し、特にクインタストマテラの会話について 体操ひどくずっと一次元的だったなままだったと低評価した。サイファイポータルのアラン・スタンディ・ブレアも肯定的なレビューをした。彼は程度を高く評価し、彼女は当初番組に参加したラナウェイのキャラクターからはるかに遠ざかったと述べた。TK マックスキシマスというフレーズとパイロバイルを鎮圧するためにドクターが水鉄砲を使ったシーンは、 特殊効果がパイロバイルに命を吹き込んだとして称賛された。しかし、彼は本作で交互体の川口行き英語が使われたことを不可とし、特にフィル・コンメルの演じた露天賞がラブリージャベリーと発言したのを受け付けなかった。デジタルスパイのベンローソン・ジョーンズは本作を欲しい5つ,つのうち3つ欲しいと評価し、 素晴らしい効果とよく掘り下げられた倫理的事例まで、ポンペイ最後の日は盛り上がったが、噴火するのには失敗したと述べた。彼は、モーランの脚本は、噴火の日の直前にタイムトラベラーが滅びた街に到着するという説得力のある前提に、視聴者を積極的に入り込ませるのに時間がかかりすぎていると述べ、脇筋は物語の大部分で不満の残るようにまごついていたとした。 また、彼は、脇役の性格描写にも不満を口にしており、ピーター・カパルディとフィル・デイビスはもっと良い演技を、すべきだったと述べた。しかし、彼は、ドクターの直面した倫理的ジレンマについては、説得力があると評価し、ドクターが、水鉄砲を使ったことについても、差し迫りつつある死の悪臭を相殺するための楽しい感覚を追加し、 番組のトム・ベーカーの時代が綺麗に思い起こされると称賛した。全体として彼はエピソードの前提を褒めたが、エピソード自体はもっとうまく脚本作りができたと考えた。ありがとうございます。